普段どういう感じで、えー、と私がビデオを撮っているのかっていうのを説明しますまず私が使ってるのが、えっと、今撮りましたこのねえモアモアのついたホワホワのついたよいしょ、えー、マイクマイクですでマイクをよいしょでこのマイクつけてセッティングして で今目の前に iPhone があってで iPhone で iPhone でカメラワーク調節する方法前言いましたけどこれをチェックする方法がもう一個あって b m y e y e s を使ってあのチェックします b m y e y e s を立ち上げてこれもう一個、ね、iPhone があった方がいいから本当は iPad で撮る方がいいんですけど iPad で撮るとあのマイクが使えないから私はもう仕方なくこの状況で撮ってます。まあなんか後で自分で見直したらちゃんとあの自分が写ってるのがそのシルエットで分かるのでもうそこは気にせず、まあ、ちょっとひょ表情がね気になるとこなんですけどそこはまあ置いといて <laughs> 置いといてとりあえずあのこんな感じで。 撮ってます準備するのは iPhone とこのなんか自撮り棒と私はなんか300均の安いあのお手軽なやつ買ったんですけどもっとあのね強度の高いちゃんとした三脚のやつを買うもよしもう少し安いのも買うもよしあと私昔に買ったあのこう人を追跡してるしてくれるタイプ人を追跡してくれるタイプのあの。 スマホのそういう台を買ったんですけどこういう自撮り棒みたいなの。でもあれねあのアプリがその見えてる人が使いやすいようになっててボタンしか喋らなかったんでもう諦めてねあの追跡してくれるやつ諦めて今こっち使ってます。あとそのこういうこういう形でこうこうね角度も調節できるようになってて。 どこのメーカーカやったかなちょっとメーカー名忘れたんですけどあのでこう三脚ちゃんと付属品で付いてるんですけどやっぱこのねグラグラめっちゃするし iPhone がね重たいから重さでグラグラしてしまったりとかするからだからもう据え置き型のやつにしたんですけどまあしない <laughs> 仕方ないですよまあこんな感じで使ってあとはなんか。 撮影してる風景を撮る時とか便利グッズを撮る時の解説の時に使うのが iPad で編集とかももろもろ含めて使ってるのが iPhone とマイクと三脚と iPad ですなので iPad と iPhone はめっちゃ高いけどその他はそんなにこのふわふわのマイクも メルカリでね。あの定価より安く。あの購入したので。<laughs> だからね。すごい安く購入できたから、あのー、あの、ね、い,いかにいかに安く購入するかが鍵やと思います。<laughs> こういうね。で、私はあのリングライトを実は買おうと思ってたんですけど、あまりに眩しすぎてあの目が開けれないのでやめました。<laughs> あの本当はねすごいこう見た目が綺麗に映るじゃないですかあれ使うとなんですけどそのね男の子やったらすごいかっこよく映るじゃないですかでもあの眩しいしただ単に目が痛いだけやからやめとこうと思ってもしかしたらもしかしたらあの導入する気力ができてきたらひょっとしたらリングライトを使った 撮影とかもやるかもしれないですけど多分今現状こんな感じですね、まあ、あとは編集はね iMovie は使ってなくて iMovie はね私使いこなせなかったので他のソフトでエフェクトとかあのイラストとかイラストじゃないなスタンプが入った別のやったかななんかそういうのを使ってますただあれもなんかこう ボイスオーバーじゃ使えないからすごい不便なんですけどね。結局なんか自分の目を使う形になっちゃうので、たまに、まあ、まあ時々誤字脱字が多かったりするかと思うんですけど、まあそれもなんか愛嬌で楽しんでもらえたらなと思います。以上でこんな感じであの撮ってます。で、外撮る時はもうなんか。普通に iphone をだいたい。このね。えっ、ー、と喉のこの鎖骨の下ぐらいに iphone を <laughs>。 こうやって持ってて持片手でこう白杖をちょっと持つかあのスライドで歩きながら撮ってます歩きながらっていうか、まあ、画面見やんで済むから楽なんですけどただなんかまあ歩くことに絶対にフォーカスするようにはしててでこうむやみやたらに撮らないようになんかすごい情報が大事な時ね歩いてる時にどんなんやったとかそういう風景の時に 撮ってますだから四六時中カメラ構えてるわけではないのでまあその辺はまあまあって感じですね。あの本当はねあの他の YouTuber の人みたいにまあ海外の YouTuber の人とかもそうやけど他の人みたいにまあ誰かに撮ってもらいながら動くっていうのをやってみたいなとは思いますけどまあ人もかかるし人件費もかかるので。 それはしないいですというか,なんかその人に撮ってもらったやつを編集するのが面倒くさいっていうのもあるんですよその自分で把握できないんでだからまあ現状は自分でやっていこうかなって思ってますだから自分が例えば歩いてるとこを撮りたいってなった時が一番大変です <laughs> 人のおらないとこ人のいないとこでやらなきゃいけないしまたどんな感じで撮れてるか。 まあせっかく歩いたのに自分がカメラから全然外れてたところを歩いてたりとかそもそも自分が映ってるのに自分が映ってるって分かってなかったりとかするのでまあなんかそういうところの工夫というか苦労はありますね自分で撮ってるのであとはねあのボイスオーバーで使えれば何とかやっていけるのでその辺はまあありがたいですねという。 わけでどうやって私が動画を撮ってるかどうかの解説になったんかなこれ <laughs> 解説でしたありがとうございました。